秋休、狩猟開始。さあ、人狩り行こう。モンスターハンターダブルクロス。はい、どうも、アキキュンです。ということで、モンスターハンターダブルクロス続きプレイします。よろしくお願いします。ねえ、前回、村の星1クエストをですね、無事すべてクリアしましたんで、緊急クエスト出ております。こちらの方、プレイしていきたいと思います。よろしくお願いします。跳躍のアウトローということで、ドスマッパーパー跳躍のアウトロー。あ、村長からの依頼です。制限時間は50分となっております。よろしくお願いします。すっげえ泣いてる。おお、泣き声がえげつない。怖っ。ほら、気球にね、気球に手を振ると、ほら、わかりますこれ。教えてくれるんで、5番にいるということなので、ね、溜まってると思うんで、うお、そや、は、初やから、初やから、ほら。ドスマッカオ。いいな。ほら、初めてやるか。よし。初マッカオ。どこ、戦った。壊れるのかな、頭壊れるのかな、真っ赤を、刺さると勝ちました。お疲れ様に、無情がようございます。イエーイ。痛い、待って、待って、うぅ、イエーイ。何で言って早くね、筋肉です、じゃあできない、イエーイ。痛い、もうちょっと頭、壊れると思うんで、頭をね、重点的に。これ何でもやろう、あれ超、何でもやろうな。前になった時、そのまま、崩して、ドスマッコしか読んだけど、何でも開いたことないんですが。ああ。おー、ナイス。おー、ナイスゲーム。危ない、結構終わりだな。ちょっと待って、村食いやからと思って、油断してるけど、結構食わ。ああ、しんどい。ああ、ちょっと待って。ご飯食べてくれた。ちょっと待って。ねえ、飛躍はね、ちょっとね、使わないで、飛躍は。よし。気分だ。おーよし。早い動きが。くそ。初やからな。初ドスマッカオやからな。初マッカオ。やからな。ハッカオ。ドスハッカオ。やからな。くそ。ナイス。ナイス。これ、弱ったら多分、あの、トサカがね、200になるけ。おそらくね。ちょっとね。初で、何の情報もないけど、まあ、予測でいくと、まずこのトサカが壊れます。弱ります。トサカが変にやつになりますっていう流れ。あれ、どういった、それに投げられへん。よし、このアイデルチャンス。よし、ちょっと結構かすっただけで食らってる。やばいやばい。あ、入れた。ペイントよし、なんか止まってる。オンラインでね、敷居に飛びまくってるんで。よし、ナイス。これね、あ、ナイス。え、ふってこれ、シップも来ないんじゃん。ちゃう、水飲んでる。使い込んだ。あ、使いじゃん、水飲んでないし。使ってるだけだ。よし。ちょっと待って、尻尾ちょっと壊れば分からんから、頭だけ壊すだけ。あ、まだ。うわ、ドスマッコこれ、結構やれやな。めっちゃやれ。ほら、壊れたんじゃないの、違う？壊れてない、まだ？なんかバキッて、バキッて、バキッて、ちょっと、え？ツノでーす、イェーイ。なんか、始祖鳥みたいな感じやな。すごいな。うーわ、かわいそう。これ頭壊れてない、これ。壊れてる？壊れてない？うちやろ。わからん。イェーイ、お疲れ様でーす。ありがとうございます。あ、挨拶やアクションなど、あ、アクションなんですか。イェーイ。
うわぁ、ドドンということでね、クリアしましたんで、アイテムボックス送ります。これ何でも、何でもこれ、ドスマッケー、ソチーシブチブチ、ほら、来た。ベルナマラな、村長。これはハンターだろ。無事に戻って何よりだ。ドスマッカーの狩猟、見事だった。現地に足止めされていた調査隊からも、ハンター殿宛に、謝辞が届いておるよ。謝辞？謝辞でいいの？ハンター殿は、流歴のハンターとなるべく、十分な力量を備えているようだな。では、話の続きは彼からしてもらおう。いや、おかえり。研究クエストを見事にクリアしようだね。竜歴院への所属手続きも完了したよ。君を竜歴院の所属ハンターとして迎えることを院長に代わって伝える。ようこそ竜歴院に歓迎するよ。おめでとう、ハンター殿。これからは竜歴院の研究を支えるため、さまざまなクエストが届くことになるだろう。クエストカウンターへ行けば、星2のクエストを受注できる。詳しくは、受付のお嬢さんに聞いてほしい。さて、君には、ここベルナ村だけでなく、新たな3つの村の拠点を、にして、調査を行ってもらいたいと考えている。ココット、ポッケ、ユクモ。名前は聞いたことがあるかもしれないね。各村の村長には、話を通しておいだ。ふむ。当時のご衣装をいただきました。新しい勲章を獲得しました。イエーイ、ありがとうございます。ということで早速、クエストカウンターの受付のお嬢さんに声をかけたいと思います。ハンターさん、竜歴院に正式に所属してるね。おめでとう。この村には竜歴院の任官希望者がよく訪れたんだけれど、こんなに早く採用されるのは珍しいな。ハンターさんにはきっと竜歴院を認めさせるだけの才能があるってことなのかも。さあ、これでハンター様は星2のクエストを受注できるようになったわ。どんなクエストがあるか確認してみてね。あ、そうそう、竜歴院のクエストは他の村のクエストカウンターからも受けることができるの。飛行船を使って他の村の村長さんやハンターズギルド出張所の受付嬢のみんなにも挨拶に行ってみてね。それではクエスト一覧を開きます。どうぞー。ということで、イエーイ、無事に星1クリアしました。ということで星2行きまーす。ということで、これ全部やらなあかんのかな。うーわ、もう嫌。これ全部やらなあかんのかな。ニュー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 って2ページもあるし、どうしよう。この辺はね、多分いるもん。この辺もやらなあかんのかな。ということで、もうね、何も考えずに行きたいと思います。上から順番にクエストを、クリアしていきたいと思います。はぁ、やらなあかんのかな。よし、行くぜ。報酬アップにね、ライゼクスって書いてましたけどね、イクゼクスっていうことでね、パパー古代林の最終ツアー、イエーイ。猫ダックチケット。はい。はい。イエーイ。お疲れ様でーす。イエーイ。やったぜ。やったぜ。シュー。猫ダックチケット、赤い。あ、この、あ、クエストクリア。イエーイ。ドドーン。なんだこの、黄色のクエスト出てた。え、ホントさん、クエストの一覧に新しくニャンタークエストが追加されているのはご存知？知らん知らん。ニャンタークエストではハンターさんの代わりに雇用したお供をニャンターとして出発させることができるの。ニャンターは自宅や準備エリア、お供広場にあるお供ボードのニャンター切り替えを選んでモード切り替えをするとニャンターに切り替えられるの。もう一度モード切り替えを選んだらハンターに戻るわ。ニャンタークエストはニャンターだけが受注できるの。クエストの見出しに可愛い肉球マークがついてるから探してみてね。
詳しくはボトムボードのヘルプも調べてみてね。それではクエスト一覧を開きます。どうぞ。あ、そうや、そうそうそう、思い出した。今ので、おっと、これお供選択、お供1、これこれこれで作ったね、これをね、どうやって連れていくかわからんかったんですけど、どうやらね、お供ボードでそれでいけるみたいなんで、よし、アキキュン行こう。お、ついてきてる。村の中もついてきてるやん。尻尾がふさふさのあれにしてます。あの三毛猫にしてます。よし、ゴーズー。パパー、旧砂漠の最終ツアー。おお、砂漠、これ初めてやから、初めてやから、イエーイ、綺麗、すっげえ綺麗、超綺麗。はい、ということで砂漠に到着しました。制限時間は50分です。どうぞー。ナップサックっていうの懐かしいな。ね、あのリュックサックみたいなね、ちょっとね、リュックサックとは違うね、昔あったと思いますけど、今もあるのかな、ナップサック。パーパー、お騒がせのリノプロス。リノプロスって何や。ちょっとね、このペイントボールだけはね、集めとこう。リノプロスって何や？これ？これか？リノプロスって。イエーイ！じゃあぶつかっても来るやろって、そら。ちょっと。もうスッと、スッと倒れて。首なき竜の皮。イエーイ、さっき生肉やったのに。お、早い早い。よっしゃー、よっしゃー。ダブルクロス。見て、ほら。ほらほら。ほら。二頭同時に討伐して、ほら。狩猟して、ほら。ダブルクロスってなってる、ほら。イエーイ。ちょっとね、やっぱり、ね、装備もね、やっぱアロイヤと、ちょっとやっぱり物足りない。見た目がね、ちょっと物足りないんで、あれしたいと思います。強くしたいというかね、ちょっと違う装備、まあ弱くてもいいんで違う装備にしたいなと思うんですけれども。ね、これがリノプロスのやつとしたら、あれや。違う。違かった。これはリノプロスではなかった。くぅ、どれや、くそ。なんかマッコ、あ、こいつ、あ、これやん、これやん。これやん、リノプロスでこれ、おるやん、他にも。どうすんの、おったやん。え、なかなかやっつけられへんかったやん。イェーイ。おったー、これで最後だー。よいしょ。ほい。ほらほら、さっきこの動きをしたのにな。あれ、増えてる。イェーイ。メインターゲットを達成しましたー。お疲れ様でーす。ありがとうございます。イェーイ。止まった疲れを癒すにゃ。そういうことにゃ。どういうことやねん。どどーん、クエストクリア。旧砂漠で砂上船の積み荷に群がる小さな甲殻種。
うん、星さんの緊急クエストに向けて必要なクエストの情報をお伝えしておくわ。今だって星さんかもしれない。え、やっぱあれか、全部やらないんか、キークエストだけでいいってことか。なるほど。っていうことはこれ、え、砂漠の降格してこれか。というね、あのあれもあるんですけど、もうね、上から順番にやっていきます。これなんや。よし、やってくよ、順番に全部全部やったるよ。もう考えてるね、時間がねえともうね、動かせって、手動かせって言うね。よし、行こう。よし、行こう。パパー、リモセトス、彩花利用法。もうなんかね、やっぱね、ちょっと頭の悪さをね、露呈する。あれやな、ね、漢字が読まれへんっていう。なんて読むのあれ、サイカーでいいの。なあ、多分あれやな、クエストのところ見たらね、これね、ほら、リモセトス、サイカ、利用法。これ、クエスト見たらね、ベルナ村の愛妻家っていうことなんで、多分、読み方は合ってるんだろうなと。まあ、その、サイカっていうのと、あの愛妻家っていうのと多分欠けてるんだと思うんで、多分おそらく読み方は合ってるんだろうなっていうところなんですけども、何を、え、クエストここかな。え、古代儀の実どうやの。あ、じゃあピカイチだけど高い木の上にあるから入手困難。そんな古代儀の実というのを女房が食べてみたいと言うんだ。首なぎ竜が食べているときに小づくと落として拾えると聞いたよ。え、どういうこと。え、そんなことせなあかんの。違うよな。え、どういうこと。どういうこと。なんかこいつら、こいつらなんか食べんの。こういうこと。これを小づくって何、蹴るってこと。マジか。マジか。いえ、めっちゃ泣いてるやん。もう3つも取ってとんねん。ちょっと食べるの待つんか。あ、逃げた。え、どういうこと。一個取ったら逃げるさなんてこと。あ、ここにもいるじゃん。なるほど。ちょっと食べるの待って、もう寝るな寝るな。おいおい、休むな休むな。食べろ食べろ。こっち見んな、こっち。もう何休んでんのか。おいおいおい、おいおい、食べろ食べろ。何気できねん。おーい、お、いったか。水かよ。キークよキーク。おっ、くっつく、よっしゃよっしゃ、蹴ったね。イエーイイエーイ。どこ、あ、どうだ。キークへっていうのと、いったか。ちょっと、おい、猫猫、落ち着け猫。よし、あれ行こう。なるほど、なかなか面白いクエストやこれ。いっぱいいるやん。いっぱいいるじゃん。こう聞かないよ、でも。食べ食べよう、餌食べよう。食べてる食べてる食べてる。なんで素通りやねん。おいおい、おい、なんで寝てんねん、ほんとお前。いやもう、ここまで取れやん。もう、寝ながら、あ、待って、ひょっとしてこれ食べたんの。あ、お前、ボトさんは、ボトさんは。やるやん、でも負けないやん。いいねいいね。ちょっと眠気にならんでもいいね。もっと食べなさいよ。食べてやん、イエーイ。ほら、よいしょ。イエーイ、3つ目ゲット。
行ってドドーン、クエストクリア。古代を感じて特産ゼンマイ20個。パーパーパー、ゼンマイ魚に古代を感じて特産ゼンマイとか言ったかな。なに、特産ゼンマイってキノコのこと、キノコとっていいの。ねえ、なあ、行きますよ。はい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 、どんどん行きまーす、どんどん行きまーす。ちょっと待って、一応クエスト、ああ、すっげえなんか癒される音楽。ああ、ああ、夜酒の気分だ。ちょいと、取ってきてくれ。山菜ないよね。まあ、なんとも酒の魚に合う。まあ、苦味があるんだけどね。ほんのりとこう、なんつうか甘いつうか。特産ゼンマイとか言ったかな。いいものをね、見つけてきてくれてよ。ニューレギンのね、坊ちゃんどもがね、見つけてきてくれたんだよね。まあね、特産ゼンマイとか言ったかな。ちょっと苦味があるんだけどね。苦味の中にね、こう、甘みもあって。もうちょうどね、もう、お酒に合うんだわ、これが。もう満月をね、こう見ながらね、こう、くいっとね、お酒飲むのか。え、なに？真っ赤じゃん！どうす、真っ赤じゃん！どうする？やる？いい？よし。スルーしまーす。イエーイ。で、どこにあるのかわからん。この、なんやろ、この草のとこ取っていいんかな。キノコのとこかな。わからねえな、それが。ゼンマイ。特産ゼンマイ。あ、出た、ほら。鼻のとこ、やっぱり。ほら、一個しか出んかったけど。特典具だけ。青キノコ。ニトロだけ。キノコのとこじゃないな。鼻んとこやな、これ。鼻んとこ。とーでーい。よいしょ。ほら、この辺や。ねえ、12個も取らなあかんやろ。ちょっと待って。違う違う。え、20個やん。え、無理じゃない？かわいい。かわいい。ちょっと20個きつくない？これ10個しか持たないのかちゃうよな。あ、めっちゃ出る。お、めっちゃ出た。イエーイ、ラッキー。え、なんかほわーってなってる。なにこれ、なにこれ、痛い。なにこれ、ほわーってなってる。なにこれ、すげえ。すげえけど、なんもない。なにこれ。いいよ、もう。相手してる暇なんかないんだって。気にせず、気にせず、ゼンマイを取る。霜降りぞ。イエーイ。まだまだ取れるじゃん。まだまだ取れるよ。イエーイ。霜降りぞ。イエーイ。
アドロック。アドロック。よし。あった。すっごいここ綺麗。やだー、お疲れ様でーす。イエーイ。特産ゼンマイはこれ以上持てません。20個しか持てないようでーす。行きまーす。ということなんで、帰りまーす。せっかくなんでね、やりたいと思います。結構ね、さっきもね、あっさりね、倒せたんで、でね、時間もね、もう、そこそこ、そうそうね、10時間になりますんで、ね、今回は、この、まあ、強くしていくのもね、結構ね、それに時間かかると思うんで、もうね、もう、このドサッカーを、やっつけて、ゼンマイを飲みにして、今回、終了したいと思います。今回、終了せいと思います。でも、なんか落とした言うのみたい、そこ行ってみて、ほらもう終わってるよ、早くない。ペイントペイント、いえ、ペイントはね、あのね、色だけじゃなくてね、匂いもね、すごいんです。色つけるだけじゃないんですよ、体に。ちょっと待って、なんか弱ったけどさ、頭を壊してないし、あれやから、メインのクエストじゃないから、ちょっと弱いんか。シソ長みたいなね、この人見た目。うう、やられた。そう、イエーイ、頭壊されんかった、お疲れ様です。で、ほらお顔が、あー、かわいそう。お、赤顔でいいんじゃん。さっきなんかと、はい、イエーイ、お疲れ様でした、ありがとうございます。ドドーンドーンということでね、今回はですね、これ、まあ、半分ほど終わらせたところで、残り半分また次回プレイしたいと思います。それではね、皆様、ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。以上、秋キュンでした。バイバイ。